ちゃえばこっからっていうことね。はい、はい、なんとなく始めちゃっていい感じですかね。はい、大丈夫です。はい、これは何か話した方がいいかな。黙々と書けば書けてしまうんですけど。これは僕の独り言でいいんですか。あとこんにちは、太正春と言います。専門学校でデッサンを教えてるんですけども。はい、まあ普段僕です。デッサンというか絵は自分の作品ではあまり描くことがないんですけども、まあ、予備校じゃないですか、専門学校でデッサンをしているときに過去に通っている予備校で身につけたデッサンの技術がまあその授業で生きてきているんですけども、まあ、どういうふうにデッサンを教えてるかとか、まあ、昔どんな感じでデッサンを描いてたかっていうのも、まあ、公開デッサンというか、もうこんな感じで描いてますよっていうのを、まあ、簡単なモチーフを使って再現というか、まあ、してみようかなという次第です。
で、今回はグランクラスにあったグリノミをモチーフに選んで描いてます。教えてるときは描いたりしないの？あ、教えてるときはもちろん描きますよ。でも、もともと僕の出身っていうのが油絵科なんですね。で、まあ、日本美術大学、美大には、日本画、油絵科、デザイン科、彫刻科、まあ、他にも細かいじゃカテゴライズはあるんだろうけども、それぞれにデッサンの特徴っていうのがあって、日本画はすごい繊細で、空間に対してもすごいきめ細やかな表現方法っていうのがあって、で彫刻の場合は、まあ、これは僕の勝手な判断なのかもしれないけど、すごい大雑把というか、立体感を出すことを第一の目標にして、なんていうんだろう、素材、木炭だとか鉛筆の素材感っていうのはそれほど重視されないんですね。なのですごい処理が粗く見えちゃう。まあ、その代わりすごいゴロッとした立体感っていうのは出てくるんですよね。で、デザインはすごく、デザイン科のデッサンっていうのはすごく機械的というか、形も正確に取るし、ハッチングっていうのは、なんて言うんだろう、ハッチングって分かりますかね。漫画とか、あるいは、なんだろう、まあ、漫画とかでよくある表現なんだけども、線を等間隔に引いていくんですよね。まあ、ちょっとこれそんなに等間隔じゃないんだけど、見えますか？で、線を等間隔に引いていくことで、ものの形を表したりだとか、あるいは影の部分を表したりするんですね。で、まあ、線を等間隔に引いていくのをハッチングっていう呼ぶんですね。で、まあ、さっきのデザイン科のデッサンの話に戻ると、まあ、形を正確に取るし、あとハッチングも近くのものははっきりとハッチングして、奥にあるものは少しぼやかしながらハッチングしたりとか、すごくシステマティックな感じがして、すごいちょっと硬いかなという感じがしますね。で、まあ、油絵科の場合は、まあ、正確にものの形を取ったりとか、あるいは何だろうな、まあ、陰影を丁寧に撮ったりとかっていうことよりは、まず画面上の絵作りが優先されてるような印象があります。なので場合によっては、まあ、例えばモチーフに人を描くとして、人の形が狂ってたりとかするんだけども、まあ、できれば正確に人の形は撮れた方がいいんだけども、最も重視されるところではないのかなという印象があります。もう一方実際に加わってくれそうです。ちなみに軽く道具の紹介しておきましょう。多分知ってる人は当たり前知ってると思うんですけども、デスケールという道具があります。これで構図を 本当に懐かしい人は懐かしいと思うんだけど、これで構図を決めるんですね。カメラで、見るとすると、はい、そんな感じで構図を決めます。で、こちらがちょっともう汚れてて、あまり綺麗じゃないんだけども、練りゴムと言います。消しゴムよりも少し鉛筆を消す力が弱くって、ただその代わりいろんな形に変形できるので、画面に押さえつけて
鉛筆の濃度を薄くしたりだとか、まあ、あるいは普通に練り込むと同じようにこすって消したりだとかっていうことができたりします。あとこちらカッターは鉛筆を削るときに使います。で、どんなふうに削るかっていうと、まあ、こんな感じになるんですけど、まあ、これ専門学校でも教えるときにも全く同じことを言ってるんですけども、鉛筆をこんだけなぜこんだけ尖らせるかっていうと、この鉛筆のお腹の部分、ここですね、この部分を使って、画用紙を塗るととっても効率よくかつきれいに塗れるっていうメリットがあるわけです。これが例えば、鉛筆削りを使って削ったような鉛筆だったりすると、この幅が短くってそれほどきれいに塗れない、もしくは塗るのがちょっと大変ということなので、なるべく尖らせて使いましょうというふうに学生の頃習ったし、今の専門学校の生徒にも教えてます。ただやっぱり最近の人たちって、まあ、昔もそうかもしれないけども、カッターの使い方がそんなにうまくなくって、どうしても木の部分と、芯の部分がうまいこと、なんて言うんだろう、まっすぐに削れないというか、なんて表現すればいいんでしょうね。この木の部分が短くて芯の部分だけ妙に飛び出てるみたいなことになって、鉛筆を寝かせた時にちゃんと鉛筆のお腹の部分が使えないことになってる人が多々います。まあ多分これ慣れでしょうね。是非ともそっちを写した方が面白いと思うけど。ついでにカッターの削り方レクチャーしときましょいいですね。ちょうど僕の折れてる鉛筆があるのでこれ使います。僕左利きなんで、右利きの人は、自分の頭の中で、変換してください。鉛筆の持ち方はこうです。カッターの持ち方はこうです。で、カッターの刃を鉛筆を持ってるお腹で押さえつけて、で、押す。で、鉛筆を少しずつ回しながら削っていくと、そのうち鉛筆の芯が出てきて、先生にしたら怒られる感じですね。でもまあ僕も使ってましたよ。そう、これが手っ取り早くて、まあ正直これでいいんですよね。シャーペンみたいな。芯削りも使ってました。そう、僕ちょっと関係ない話だけど、油絵家って昔木炭デッサンだったじゃないですか。で、一番最初に通った予備校は木炭デッサンで、とあと消す道具は食パンだろうということで、食パンしか使わせてもらわなかったんだけど、普通に考えたら練り込んで十分消えるんですよね。で、最後に通った予備校、まあ、何度かしてるので予備校乗り換えてるんですけど、最後に通った予備校ではもう普通にみんな練り込み使ってて、食パンなんて使ってる方がむしろ珍しいみたいな。むしろ使ってたら先生なんでそのもの使ってんのみたいな。パン固まっちゃうじゃん。消えなくなってるでしょ。しかもパンの油で画面が汚れて台無しになるからそれやめ食ないみパたいンでな。食べる。そうです、そうです。昔は食パンで消してたんパンを一気に買ってきて、横に置いといて、蒸して、で、小判をもやもや食べて。マジですか。もう超腹減るから。あれもむしろそれすら珍しい世代なんだ。木炭を
紙やすりで粉にして、あ、水で溶いて使ってましたよ。あ、すごい。あの、そう、テクニカルな時代ですよね。そうそう、水で溶いて、そこでまず、うん、あの影だけで、うんうん、あの形取っちゃって。ベンジン使ってました。あ、ベンジンか水かみたいな。あ、本当、うん、ベンジン使ってた。それで、あの鉛筆でハッチングを。そうそうそう。もうね、そういうなんか変なテクニックを持った人ばっかり昔いましたよね。あ、すごい、あ、本当だ。僕たんもあります。で、まあ説明が超中途半端になっちゃったけど、知らない間に鉛筆がこんな感じに削れるわけです。ああ、そうです。ここは難しいな。はい、こんな感じで削れます。で、そうすると鉛筆のこの先っちょのお腹の部分が存分に使えるわけですね。で、スケッチブックのお腹の部分に、よいしょ、ああ、うん、平行に、そう、塗れるように。どうするんだろう。でも見えてます、うん、こうか、こう、教育テレビ、はい、いいテレビだ。こんな感じで塗れるわけです。多分絵を描いてる人、デッサン描き慣れてる人には当たり前の話なんですけども、まあ、こんな感じで教えてます。教えてるし描いてます。この紙は、これは普通のスケッチブックですね。あの、うん、世界堂とかで売ってる、うん、ああ、はい、一緒だ、うん、あ、動かした、大丈夫です。多分世代によっても全然ないな。多分世代によってもデッサンの特徴が全然違ってて、うん、僕が予備校の生徒だったら20年も経つのか、15、6年前、うん、すごいしっかり鉛筆なり、すごいね。今年は後ほど。そう、僕は予備校の学生だった15、6年前はしっかり画面に鉛筆なり木炭を乗っけて、の、まあ、乗っけましょうっていうふうに教わってて、まあ、最近の学生のデッサンとか、学生というか美大の人たちのデッサンとかそんなに見てないけど、すごいあっさりと、なんていうんだろう、おしゃれに仕上げる印象がありますね。まあ、ポスターで見る限りの印象だけど、ね、あと今画面をこするに使っている道具は、ティッシュです。普通のこれはガーゼでも、まあ、ティッシュでも何でもいいんだけども、まあ、こすれれば何でもいいです。なんでこれこするかっていうと、影の部分の表情を出すのに使ってます。なぜこするかっていうと、これまた別紙で説明すると、スケッチブックの
断面って、まあ大げさに言うとこんな感じになってるわけなんですよね。こっちがスケッチブックの上側です。でまあ、でこぼこしてるからちょっと触ってみるとザラザラしてると。でさっきのように、鉛筆を寝かせてこうやって塗ると、まあ、こうやってザラザラするじゃないですか。そうするとこの上側の面、ここに鉛筆が乗っかった状態になるわけです。この状態っていうのはすごい鉛筆が生っぽい、まあ、生っぽい表情でまだしっくりと物の形に、ひっつく状態には至らないわけですよ。で、これを、まあ、物がそこにあるように見せるためにマットな画面を作ってあげた方がいいなっていうことになるわけです。で、そうした時に使うのがガーゼだったり、さっきのこのティッシュだったりするわけなんですけども、 まあ、ティッシュなりガーゼを使ってこすると、この奥のね、奥側にまで鉛筆を乗っけられる、まあ、乗っけることになるので、これでようやくマットな表情が作れるようになるんですね。こんな感じ。で、こするときは、円を描くように、紙やすり、水溶きの紙やすりとか使ったことある人は多分分かると思うんですけども、円を描くようにこすると割と綺麗なグレーが作れます。レッサーの書き進め方なんですけども、まあ、あくまでも自分のやり方っていう前提で話をすると、まず鉛筆のお腹だけを使ってぼんやりと形を出します。この段階ではまだ、形はどこも決めない、まあ、いつでも変更できる状態で描き進めていきますね。なんとなくこの辺にこういう形が来るだろうという前提で書き進めていって、でもし書き進めていくうちに、その形ちょっと、もうちょっとずらしたいなって思い始めた時に、いつでも動かせるような状態にしておきます。むしろそうしないと、一回しっかり形を決めてしまうと、もう二度と形を動かす気になれないので、なるべく形を決めるのは最後の方にした方がいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ書いていく途中にどっか一箇所しっかり形を決めて、その部分だけしっかり仕上げてしまって、でそれに合わせて周りをどんどん書き進めていくっていうやり方もあったりするので。どっか一箇所だけでも形を決められる場所があるんであれば、そういうところはもう決めてしまっていいんじゃないかなと思います。今回のモチーフのこのグイの実なんですけども、丸い形がたくさんあって形を取るのがなかなか難しいんですよね。そういう時に自分、形が狂ってないかどうかを確認するために、例えば、スケッチブック画面を反対にしてみたりとか、あるいは鏡を持ってる人が、まあ浪人こじらした人がこういうちっちゃな鏡を
持っている人が多いんですけども、こういう鏡で、見えるかな、どうせやった、まあ、うん、そうですね、ちっちゃな鏡で、画像を反転させて形が狂ってないかどうかっていうのを確認すると、まあ、どこがおかしいのかなっていうのが分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ、もしくは鏡を持ってない人はスケッチブックを光に照らして蛍光灯に照らしてみると形の狂いが分かりやすいので、そういうやり方もありです。それから擦る道具についてなんだけども、まあ、さっき使ってたのはティッシュなんですが、例えば指のお腹を使って擦ったりだとか、あるいは違うものを使って擦ったりするとまたちょっと違った色味が出てくるんですね。いろんな道具を使って擦ることで画面の上での色味、まあ同じ鉛筆を使っているので同じ黒にしかならないんだけども、使う道具を変えることによっていろんな色味が出せるんではないかなと思います。今回のモチーフはまあ簡単なぐいのみなのでそんなに必要ないかもしれないんですけども、まあ描いてるとどんどん自分の画面に近づいていってしまうので、この距離感がたまに引いてみる時間もあった方がいいんじゃないかなと思います。だいたい30分に1回くらいのペースで、
である程度形ってそもそもなんだろうっていう話なんだけど、前にはライティングもしてあるんだけども、立体感を出すために明るい部分と暗い部分をかき分ける、まあ、かき分け、暗いところにトーンを抜けると立体感出しやすいですね。あと、まあ、今回ご飲みなのでっていうこともあるんで、ついでにお話ししておくと、まあ上の面が丸いものとか、まあ、楕円というのかな、丸いものを描くときに形を取るのはなかなか難しい。難しいというか、結構みんな苦労してるという印象があるんですね。で、みんなどういう形になるかっていうと、上の面が この上の面ですよ。この上の面の話なんだけど、こんな感じの形になってしまう人を往々にしているんですね。ここがとんがっているように見えてしまっている。ここをもっと膨らませてあげないと、上から見たときに丸いものに見えないんですね。で、これは上側よりも下側をより膨らませてあげた方が、まあ、ちょっと若干強調してあげた方がより丸いもののように見えるんではないかなと思います。で、そういうものの形を取る機会があるかどうかは分からないんですけども、最初に十字線を引いてあげて、で、下側の方を若干余裕を持って長く取ってあげる。で、端っこのここを少し大きく膨らませてあげる。で、上側は若干少なく膨らませてあげる。そうすることによって丸いもののように見せることができるんではないかなと思います。よいしょ。十字線がそもそもそんなに綺麗じゃなかったけど、こんな感じでしょうか。はい、円の取り方でした。
消しゴムもそうなんだけど、練りゴムって消す道具というよりも白く書き起こす道具というふうにして考えると、まあ鉛筆と同じように、まあというかエフティと同じように使うことができるんではないかなと思うんですよね。例えば一回鉛筆で塗ってこすっておいた上を練りゴムで、書き起こしてあげるみたいな感じのことをすると、どんどん画面が複雑になっていって形が豊かになるんではないかなと思います。多分油絵を描いている人は特にまあ当たり前の話こととして身につけていることなのかもしれないけども、物の形を決めるときに一回ちょっと外にはみ出し気味に塗る、もしくは描いておいて後から練りゴムで形を決めるっていうこともしたりします。私が狂っちゃった。なので輪郭線は線で書き起こすというよりも塗りで書き起こすというのが、まあ、僕の書き方ですね。僕の書き方というか僕がいつも生徒に教えているやり方です。線で形を決めてしまうとどうしてもその線が強くなってしまって向こうに回り込まなきゃいけないはずの形が逆にそこは強調されて前に出てきてしまうように見えてしまうので、まあ線で決めてしまってもいいんだけども、それが前に出てこないような工夫が必要になってくるんではないかなと思います。完全デッサンレクチャーでいいんですかね。ある程度形が決められて、でなおかつ陰影も、ね、明るいところと影になっているところの差をつけられたら、どっか一箇所、まあ、一番手前でも目立つところでもいいんだけどの形をくっきり出すと 急に、形が具体的に見えたりするんじゃないかなと思います。今僕は、ぐいのみの上の縁のところを若干ちょっと線を強めに引いてみたんですけども、そうすることによって見えてきたりすることがまあまああります。
どの段階まで描き進めても形は常に気にしていたいので、そうですね、形についても大体20分30分おきぐらいにもう一回形を取り直すみたいな気持ちがあった方がいいんではないかなと思います。ただ形ってそればっかりに気にしてしまうとどうしても硬くなってしまう、絵として硬くなってしまうので、それほど神経質になる必要もないんじゃないかなと思います。どこか一箇所形を決めると割合他の場所もどんどん見えてくるので、見えてくるなと思い始めたら形を出し始めちゃっていいんじゃないかなと思います。今グリーンの向こう側の形を決めてみました。ちょっと狂ってる気がするんで後でもう一回直さなきゃいけないと思うけど、
一回形が狂ってるのが気になり始めたら、もうそこばっかりが気になって全然先に進まなくなっちゃってる、うんうん、そういう時はどうしたいですか？僕は今そういう状態なんです上の輪郭がこう難しいですね、うん、どうなってるんだって。それはもう諦めるしかないですよね、うん、ここはこうクロスしてるじゃないですか、このなんていうの、はいはいはい、クロスしてるように見えるんですね。なんかこうそこの感じがこ うまく出なくて、ここが多分、はいはい、真っ平らな感じになっちゃってるじゃないですか、はいはい、このクロスしてる立体感みたいなのが出なくて、まあでもそれ言うと僕も大差ないですよ。あ、うん、これもしかして僕の見方、僕だけの見方なのかもしれないけど、わりかしモチーフを平面的に見てて、だから図形で形が合ってれば奥行きとかそんなに僕は気にしないですね、うんうん、なのでなんだろう、向こうに手前と奥みたいなのは、うん、アニメの見方と似てるかな、うんうん、なんか平面的な絵があって、はい、それが奥、中間、手前みたいな感じで、うんうん、距離感が、うん、位置関係さえ分かればいいみたいな、うん、あと画用紙の目をつぶすやり方でもう一つご紹介したいんですけども、さっきはティッシュを使ったり、あるいは指のお腹を使ったりって言ったんですけども、あとは 3H とか 4H とかちょっと固めの鉛筆を使ってちょっと押し付けるように塗り込むと、そうするとまたちょっと違った色味のトーンが作れます、ね、僕はこれで硬いものの質感とかが出しやすいんではないかなと思ってよく使っています。
あと今更だけどちょっとこのスケッチブックの大きさに対してゴミの実がでかすぎたかなっていう後悔が今あります。もう二回りぐらいちっちゃくてもいいかな、これくらい。物のサイズ感ってわりかし重要な、まあ、デッサンを描く上で重要な気がしてて、あの生徒の絵を見てデッサンを見てても面白いんだけど、すごく大きく描く人もいるし、すごくちっちゃく描く人もいて、それを毎回同じなんですよね。ちっちゃく描く人は毎回ちっちゃく描くし、大きく描く人はずっと大きく描く。でちっちゃく描く人は、これはまあ僕の感想ですけども、ちょっと自信がない人はちっちゃく描きがちかなという気がしますね。まあデッサンはそれほど得意じゃないという意味で自信がない、自信がなくてちっちゃくなるのかなという印象です。まあでかくけそれだけ自信があるのかって言ったらまた別の話かもしれないけど、鉛筆には何種類か硬さのバリエーションがあって、まあ皆さん知ってると思うんですけども、柔らかい鉛筆は B という記号がついてます。 3B、4B、5B、6B、まあ、中身には 10B っていう鉛筆もあるみたいなんですけども、数字が大きくなるほど色が濃く柔らかくなります。で逆に、2H、3H、4H で H がつく鉛筆ほど硬く、薄くなります。今まで見た鉛筆だと、6H、7H ぐらいっていう鉛筆もあった気がするんだけど、すごい芯が硬くてなかなか色が出ません。まあそれだけ硬い表情が出せるんだけども、で、あれこの間同じような話を聞いたな、どっかで。で HB が一番真ん中で、で F っていうのは多分製図に使うんですよね。そういう製図用の鉛筆だそうです、 F っていうのは。で質感の柔らかいもの、布だとかあるよ、なんだろう、人の肌だとか、そういうのを描く、表現するときにはちょっと柔らかめの 2B、3B ぐらいの鉛筆を多用して描くとより柔らかい表情が出しやすい。逆に硬い、なんだろうな、鉄だとかアルミだとか、まあ、陶器だとかっていう質感のものを描くときにはちょっと硬めの鉛筆を仕上げて使うと硬い表情が出しやすいという印象が僕の中にはあります。
どうしても形が合ってない気がする。ある程度形を決めてしまった後でも、その決めた形にの狂いが気になるのであれば、まあ一回消してでも形を直すっていう、なかなか勇気のいる話なんですけども、そういう心意気があった方がいいんではないかなと思います。セーターの絵を見てると、形を、まあ、割かし早く決めてしまうっていうのもあるんだけども、一回決めた形をなかなか直そうとしないんですね。で、狂ったまま描き進めていくもんだから、どうしても、なんだろう、どんどん狂いが生じ、ずれが生じてきて、それをこれどうしたらいいですかって聞かれるんだけど、いや、まあそもそも形を直せよっていう話になって、でそうすると渋い顔をされるんですけども、まあそのためにもなるべく最後の形を決めるっていうのは、最後のというか、まあ輪郭線を決めるのは後回しにした方がいいと思います。で、まあ決めた後でも形の狂いが気になるようであれば、それは勇気を出して消して書き直しましょう。生徒をいじめてるわけではなくて、よくやるのが、もうニッチもサッチも形の狂いがいかなくなって、これどうしていいですかって言われた時には、じゃあそれもう全部潰してもう一回書き直すよっつってすごい渋い顔されるんだけども、書き直す前よりは絶対いいデッサンにはなってるんですよね。まあその代わり時間内に仕上がらなくて、いつも泣きそうになってるし、生徒を言います、うん、もう勝手に自分の中で形を想像しちゃうじゃないですか、うん、あ、はいはい、それは良くない、良くないです、良くない、うん、もう完全にその状態でですね、あれですね、もうこういうもんだと思い込んで、うん、モチーフを見ずにどんどん画面だけを見て描き始めてしまうっていう、それは良くない、良くないですね。いい答えだと思う、問いだと思います。うん、実生活でもそういうのがあるなんてないなと思うんですよね。まあ如実に現れたあって思っちゃう、うん、そう、これも生徒の話で、全然モチーフを見ずにもう自分のイメージだけで描いてる人がいて、うん、まあ大体そういう人形狂ってるんですよね。僕は昔予備校に通ってた頃にやってたデッサンで、最初にもう画面を汚しちゃって白いままだ白い画面のままだと描きづらいからっていうんで、最初にもうすごい汚しちゃって、でそこから描き起こすみたいなこともやってて、フロッタージュっていう技法があって、僕はこういう鉄のプレート、昔東急ハンズで買ったんですけども、まあ、何に使うどうかは知らないんだけど、こういう金属のプレートを画用紙の裏側に乗っけて、で、まあ、画用紙の上からこするわけですよ。そうすると、まあ、その跡がつくじゃないですか、こっちに。全然仕上がってないんですけども、金属プレートを押し付けて、で上からこするとこういう模様ができるわけですよね、うん、で、まあ、予備校の頃はこれ画面全部を汚してたんだけど、
でこういう模様を描いた上からモチーフを描いてあげると僕は描きやすかったんですね。でもう一つメリットがあって、この、模様に負けないぐらいの描き込みをしないとこの模様に負けてしまうわけですよ。そうするとどうしても手数を増やさざるを得なくって、そうするともう何も考えずにとりあえず描いていけっていう、迷って暇なんかなくなるわけですよ。で、時間も時間なんで、ちょっと書き込みの部分を少し書き込みをしてみようかなと思うんですけども、物の質感って、物の形がの変わり目に出やすくって、例えば服の、裏と表のこの中間の部分、まあ紙でも服でもそうなんだけども、裏と表に何らかの厚みがあって、そこで形が変わってることを変わってて、そこを描いてあげると物の質感って出しやすいと思うんですよね。で今回のこのモチーフの V の実の、まあ、カメラ上からあるんでちょっと見づらいかもしれないんですけども、この縁の部分、ここに光が当たってちょっと白い線がスッと入ってるんですよね。そこを練りゴムで描き起こしてあげて、なおかつ、途中で説明したハッチングとかでハッチングを入れてあげると物の質感が出しやすいです。で、これは硬いものなので、できる限り等間隔で丁寧なハッチングを引いてあげるといいと思います。
書き込みを始め出したら、そうですね、モチーフの表面の微妙なグラデーションを見逃さずに書いてあげると、どんどん本物らしい、本物らしい感じが出てきます。あとあれですね、テーブル置きのモチーフであれば、テーブルとモチーフの接地面、今全然僕書いてないんだけども、ここの形を決めてあげると急に存在感が増します。なるべくここの形は、僕は一発で決めてしまいたいので、失敗のないように描きたいところですね。これで形狂ってるとなると、また消したりなんだりですごい手間がかかっちゃうので、結構鉛筆に力を入れて使っちゃうことが多いので、割と芯を折ることが多いです。
僕の受けたデッサンの教育、まあ油絵科なんですけども、見せるところと見せないところをしっかり作ってあげる必要があって、まあ、それが絵作りって言われるんですけども、その見せるところはしっかり描き込んだり、まあ、逆に、もといですね、見せるべきところ、絵の中で主役になるところはしっかり描いてあげる。で、他の脇役のところはそんなに描かないで主役を目立たせてあげるっていう描き方もあるし、あとは逆に脇役を目立たせることで、脇役を目立たせて主役の手を抜くことで主役を見せるっていう描き方もあったりで、まあそうやって絵作りをするわけですけども、まあ目立、まあ主役にするにしろ脇役にするにしろ目立たせない部分っていうのは割と重要で、目立たせたくないからそんなに描かない、そんなに手を入れないっていうわけではなくて、目立たせないようにむしろ手を入れる必要があるんじゃないかなと僕は解釈しています。例えば今回のこのモチーフで言うと、置かれてるテーブル台の部分の例えば影、ぐい飲みの影なんかを描いてあげるとより存在感を増すと思うんだけども、そこに手間をかけているように見えてしまうと、どうしてもそこがぐい飲み主役の部分よりも目立ってくるので、そんなに手を入れてないように見えるだけでもすごいしっかり描いてるっていう作業が必要なんではないかなと思います。なのでぐい飲みにかける時間が、まあ、例えば10ぐらいだとすると、テーブルをかけて回っているのも多分、そうです、3から4ぐらい手間をかけてあげないといけないんじゃないかなと思います。まあ3から4かけるといってもそれが目立ってしまうと元も子もないので、むしろぐい飲みをかくよりもより慎重に描いてあげる必要があるのかなというふうに僕は思います。である程度形がまんべんなく出てきたら、
まあ、大体これぐらいの段階か、もしくはこの前後ぐらいから表面の模様、あるいは、まあ、汚れだとか、まあ、表面的なものを描いていく段階に入るんじゃないかなと思います。まあ、人によってはもうちょっと早くから描く人もいるんだけども、いるとは思うんですけども、でこの時気をつけなきゃいけないのが、表面的な模様が形に干渉しちゃうとまずいと思うんですよね。表面的な模様がなんかへこんでたり出っ張ってたりするとまずいと思うので、形の変化の部分より抑えめにしてあげる必要があると思います。デッサンってしっかりものを見ろよみたいな教育を受けた、僕も受けたんですけど、結局頭の中で一回解釈する必要があって、なので見た通りなんて絶対描けないよなと思うんですよね。なので、まあ、さっき言ったような表面的な模様なんてのは絶対物の形に干渉しちゃいけないので、うん、コントラストとしては抑えてあげる必要があるんじゃないかなと思います。
まあ時間も時間なのでだいたいこの辺りで。マジですか。あれ見てあります？いや、僕は全然大丈夫です。時間決めないとやばいですね、これ。明日もやりますじゃん。終電が11時ですか。あ、本当に？じゃあそれまでやりましょうか。いや、僕はもうこのまま書き進めるのをどんどん書ける状況にはなりました。本当ですか。はい、もうちょっと書きますね。はい、わかりました。すごい。この後はトークとかするんですか。いや、全然いい。はい。今さっきから同じこと言ってしまうけども、この段階でも形は狂ってるようであれば消せる勇気があるといいですね。まあこの段階だとさすがに僕も消すのが億劫なんで、こう形が狂ってるのを気づく前になるべく何度もチェックはもちろん一つですけども、物の形を決めるのに
線の種類が7種類かあって、ものの中の形、中側の線、中から外、あ、ごめんなさい、中から形を決める場合もあるし、また、外から形を決める場合もあったりすると思うんですよね。で、わりかし初心者の人がやりやすい、やりがちなのか、内側の線だけで物の形を決めてしまうわけですよ。そうすると物の形がすごいこじんまりとしてしまって、ちょっと硬くなってしまう印象があるんですね。例えば背景が 黒だったりするときに、でモチーフが白いもの、もしくは明るいものだったりしたときに、外から外側に黒い線を引いてあげることで内側の形を決めてあげることもできると思うんですね。まあ簡単に言うと、そういう内側外側っていう意識を持ってあげると、画面の中で、もしくは画面上での形はゆったりしてくるんではないかなと思います。木炭デッサンをやってた頃は、特に意識してたんですけど、物の形を描いて、立体感を出して、で奥行き感どうのこうのって作業を進めていくときに、物の一つ一つの形っていうのはそれほど重視してなくって、それぞれの関係、もしくはそれも含めて、なんて言うんだろう、半透明のフィルムに図形を描いて、それを何枚も重ねていくっていうイメージで作業をしてて、なんかどんどんレイヤーを乗っけていくことで絵を作っていくっていうイメージは自分の頭の中にありましたね。なので、自分のやった仕事を少しずつ重ねていく、下の作業も見えるし、上の作業も見えるしっていうことで、それぞれが影響して画面を形作っていくっていうイメージで作業してました。
あとたまに全体のバランスを見るためにちょっと引いてみた方がいいですよ。全く具体的にならないですね。どこか一箇所形決めてみたらどうですか。決めてる形が崩れてる、ね、まずはテーブルの接地面を描いてみるとか。あ、接地面いいですね。今、ぐい飲みのこの手前の部分がちょっとへこんでるように見えるので、もう少しこの器の中側をもう少し濃くして、ここのコントラストでここを手前に出す必要があるのかなと今自分のデッサンを見てて思います。もしくはここのここら辺の黒がちょっと濃すぎるので、こっちをもうちょっと弱めるかすれば、こっちはより出やすいのかなという感じですね。
パッチングを多用してグイのみの表面の部分をの書き込みをやってます。でまあパッと見は分かんないんだけども、少しまあだいたい30センチぐらいの距離で見ると、あ、たくさん書いてるな、書き込んでるなっていうのが見えてくるので、まあそういうのが書いてる分にも楽しいし、で見てる人にも楽しんでもらえるんではないかなと思います。大体絵描く人はこの段階ぐらいが一番楽しいんではないかなと思います。まあ、描けば描くほどどんどん形になっていくので、どうですか？木彫りですね。木彫り滑らかじゃない、うん、だから輪郭を取っちゃってるのがいけないですよね、想像で。輪郭的にもちょっとこうここの膨らみとかが、うん、こんな表現がいや、ね、あのこっちライティングあれだからちょっと見づらいですけど、手前と奥っていうのをもうちょっと差をつけるだけでも奥行き感が
出るんじゃないですか。例えば奥のこの縁を少しコントラストを抑え気味にして手前も少し出すみたいな。この縁の白く光ってるところを少し抜くだけでも手前も感じていると思いますよ。ネイボーボー消しゴムを買った。あ、角のある消しゴムがないな。切っちゃう。切っちゃう。カッターで切って、ちょっと角が出てる。あるいは僕はカッターで削ったりしてました、ね。紙を。なるほど。うん。もうそれもうそれ以上手を入れないっていう段階でしかできないけど、
この段階まで来るとあとはもう密度を上げていくだけなので、そんなに劇的に絵柄は変化することはないですね。きっちり書くつもりでもなかったけど、もうちょっと休憩とかしながら書いていいと思うんだよね、デッサンって。そんで、コーン詰めなくて。いや、わかるんですよね、そのスタンダードなペースが。いや、そう言い出してもスタンダードなペース僕も知らないですよ。もう予備校の頃のまんまだもん、僕。ああ、そうだ。受験デッサンですからね。だからこれは絵の描き方ではなくて、あくまでもデッサンの描き方だから、絵とは全然別物だと僕は考えてます。センスで見せられる人がすごい羨ましくて、僕はむしろ手数入れていかないと全然、いやいや根はね、うん、そうなの、うん、手数が多いくなっちゃうんだけど、うん、できるだけそうね、理想はああなんかちゃちゃちゃってできるようになりたかったね。なるほど。だから手数が入ってしまう。そうそう、まあ、なんていうか、不器用っていうかね。そういうの、多分僕も一緒です。最初の段階でフロッタージュをしてしするっていうのも、なるべく手数を増やすための、なんだろう、準備みたいな、うん、あれなんですよね、画面が白いままだと手がつけられないというか、
さっき途中で言った何枚も何枚も半透明のフィルター、フィルムを乗っけてレイヤー状に仕事を積み重ねていくっていうのはここら辺から割と重要な気がしてて、全部消してしまったり、あるいは強い筆圧でグイッと塗りの作業を入れたり線入れたりすると下の作業が見えなくなってしまうので、ここからは少しずつ筆圧を弱く何回も何回も同じところをなぞったりあるいは塗ったりっていう作業で少しずつ作業がデリケートになっていく段階なんじゃないかなと思います。それは書き込みをするにしても、あとは何だろうな、まあ、陰影を載せるにしても、できるだけ仕事下の仕事は消さないように殺さないように、まあ、邪魔だなと思ったらもちろん消すっていう判断も必要にはなると思うんだけども、どうやって下の仕事を残すかっていうのが割と重要なところなんではないかなと思います。丸がもう傾いてる。机の上で。うん。じゃあ。もちろん。一応こんな感じになりました。書こうと思えば多分ここの中とか表面の一環とか書ける場所はあるんだけども、まあ、この時間でこんな感じでしょうか、うん、なんかこう平行なものとかがバラバラなんでしょうね、うん、きっと。ああそうだ、この左右が対称ではないというか、そうなんかこの、うんうん、このバラ、うん、ここがうん、うん、ちょっとこう、そうですね、なるとあらかじめそういうのこういう補助線があった方が、ここの
こを基準に多分書いてしまったので、うんうん、いろんなところがずれていってしまったという。なるほど、ね、うん。敗因ですね。もう言い訳じゃないですけど、うん、3年ぶりぐらいで出てたの。なるほど。うん、で物をよく見ようとするっていうのは面白いですね。あ、本当見ようとし見てないかもしれないけど、見ようとはしてるっていう意識の中で。なるほど。うん、そう、面白い、うんうん。落書きは結構好きですよね。デッサンは。まあ、そのためにも最初は、なんだろう、鉛筆のお腹でぼんやり形を取って、うん、なんか良さそうなところを探るっていうのが割とやり方としてはスタンダードかなっていう気は、うん、これが人によって最初からも形ガッチガチに決めていっても全然狂わないっていう人がいて、輪郭でですか、そう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 、こう線で決めていくんですか、そうそうそう、でもうそんなことされたらさ、教える側として何にも言うことがないからいきなり線で決めるなよって言いながらもうしっかり形正確に決まってて、いいじゃん、もうこの人に何も言えないたまにいますよね、いきなり線で形決めていくのに全く狂わないっていう人、石膏とか、ああ、そうだね、ああいう人にも何も言えないなと思って、ああ、嬉しかったすごいじゃん、デッサンね、うん、デッサンで、デッサンか、もうこんな感じに書いたのが、はい、こんなのとか、これもやっぱり、うん、なんとなくこう形を形作るんですか、そうですね、うん、これは中途半端、うん、これ多分3時間ぐらいで書いた、まあ、吹き差し止めてもいないんじゃない、これも途中の、それは専門学校の時に書いてるのね。そうです、そうです。学校で生徒の横で。もう本当に予備校のデッサンですよね。明暗でトーン入れて、でハッチングで書き起こして。うん、うん、紙風船を毎年1回を描くんだけど最後まで描き上がったことがない、うん、さっきのフロッターですね、うん、あ、これは割と頑張りましたよ、うんうん、ペットボトル生徒と一緒になって描いて、うん、なので本当にこれもいやらしいけど、書きどころを書くべきところだけちゃんと書いて、で省略するところは超省略してみたいな、うん、これとか本当はもっとたくさん変化があるんだけど、うん、ここ書いたらめんどくせえなと思って、うん、こんな感じでした、うん、以上デッサン講座でしたありがとうございましたありがとうございました、超面白かった、なんか今週の土曜日のイベントのことをちょっとだけ、はい、東京モード学園という専門学校でデッサンを教えてるんですけども、まあ、今日はその延長みたいな感じで、まあ、デッサンを書いてご覧になっていただいて、で、まあ、当日土曜日にはその学校の生徒数人に来てもらって、まあ、今まだ交渉中なんですけども、うん、でそのデッサンの様子を、まあ、僕も書くつもりでいるんですけども、
見てもらおうと。で、まあ、僕の個人的な迷いも含めてデッサンって何なんだろう、まあ 絵を、まあ、絵ではないですね、まあ、デッサンについて教えてくださいみたいな感じです。うん、まあ、美術をちょっとさっき実は、コラムを書いたんですけど、はいはい、なんかね、うん、美術を学ぶ人がみんな、うん、まあ、ほとんどの人が通っているデッサンという、うん、まあ、基礎とされているものですよね。うん、そうですね。まあ、物の見方をのある訓練なのか、うん、ある種のスキルなのか、うん、みんなすごくこう悩みながらね、うん、その当時ね苦しみながら、うん、なぜかデッサンを描いたよね。そうで、僕とかあの浪人こじらしちゃったもんだから、うん、よくない意味で多分デッサンマスターになっちゃってるんですよね。うん、いや、油絵家っておっしゃったけど、はい、油絵家の人だけじゃなくて、うん、デザイン家でも、うん、建築家なんかでもやったりしてるから、はい、建築家とかデザイナーと飲んでて、うん、デッサンの話すると結構盛り上がったりするみんなやっぱりね、揺れるあの頃を思い出してしまうし、うん、あれ何だったんだろうって確かに結構ね、うん、あのどこだっけな、上田かなんかに、長野かなんかに、うん、あのそういう受験デッサンのなんか美術館みたいなのがあるんで、それなんかも結構面白いんだけど、うん、まあ、すごい古いやつが、なんかそういう受験デッサンを並べるだけでも多分面白いですよね。そうそう、時代ごとに特徴も違うし、特徴もあるし、その上その受験絵画みたいな、うん、以外のものではありえない、うん、その画風がどんどんこうエスカレーションしてるっていうそれやあの当時も本当にそう思ってたけど、うん、まあこうなんだろう、美術史と関係ないなとか、まあ、全く関係ないところで独自の発展をしてるっていう、なんかね、受験対策という名のもとに何かしら対策が講じられて、うん、モチーフとかがなんかあれよあれよって変化していて本当に何だったんだろうってね。それこそもう画面上での見せ方とか、うん、構図でじゃあここを描いてここを省略するみたいな、そうそう、もうそれがいやらしいぐらいに発達して、そうそう、なんかいやだからその一緒にやってた子たちのとかを思い出すとさ、うん、ゾッとするとかさ変なことしてたみんな、うん、で美大に入ったらもうそれが全く機能しないですよね。まあそうでしょうね。まあ予備校が主導でね、うん、やってるものだしね、うん、まあだからそういうのを考えるの場になればってことですよね。うん、そうですね、うん、まあ、ただ今回来てもお願いしている生徒はみんなそういう美術とは、ま、ほぼ関係のない専門学校の生徒、うん、まあ、ファッションとかデザインを学んでいる生徒なので、まあ、それはそれで一応こっちの狙いはあるんだけども、うん、彼らには普段通りデッサンしてもらおうかなと、うん、まあ、してもらえたらなと。あ、そうだ、はい、お客さんで来る人も一緒に描いていいの？はい、ああ、もしあの希望たらば。ただ道具がありますかね、お客さんで持ってる人がいればそれ持ってきてもらっていいし、そうだね、なんかちょっと告知してみようかね、うん、一応あのまだ上司に許可は取ってないんですけど、あの学校から幾何形態を借りてきて、うんうん、それを書こうかなと思っています。わ、うんうん、かりました。デッサンって学校でやったりした、す写真学校ってね、あるんで、一応ね、うん、半年ぐらい、うん、写真学校でもだからそういう授業があるんですよ、ね、うん、さっき話してたんですけどね、うん、週1回週1回です、うん、自分の先生は、うん、来ないことが多いから、あれ来なかったりするんですよ、だから、なくなったりして、結局もう隔週ぐらいの授業、あの予備校でだから浪人とかすると朝から晩までどっぷりデッサンを毎日やるんだよすごいよね、うん、すごいんだよ、うん、それでみんなちょっとちょっとおかしくなってる。それはなトレーニングということだよね。いや、もう完全トレーニング、うん、トレーニングだし、うん、それで試験がさ、うんうんうん、デッサンの試験、そうだからもう
試験と同じ時間だけ書くみたいな、6時間とか12時間とか。そうだよね、うん、いや特に僕なんか昔なので、うん、デッサンで決まるんだよ、だって、うんうん、あの芸大とかだと、うん、一時それで、だからそうそうそう通らないと次行けないから、うん、だからもうそこを、そうか、デッサンの試験、芸大の油なんて特にほぼデッサンだよね。そうです、すごいでしょ、それが試験だよだからみんなもうすごい形相で日々を過ごして、デッサンを勉強するわけ、うん、そうじゃないとだって大学行けないから、うんうん、いやだから試験勉強だそうそう、今から、今はどうか知らないけど、今から15、6年前の受験デッサンってすごいバリエーション豊かで、まあ良くも悪くも、それこそベンチに使ったり水使ったり、あと木炭を粉にしてそれをまぶしたりとか、僕の頃はもう僕は現役と一浪までは木炭デッサンだったのかな、芸大の一時は、うん、で途中から鉛筆デッサンに切り替わったんですけど、うん、じゃあ鉛筆デッサンでもそれと同じぐらいのことをやろうっていうので、こういう今こうフィルムケースに入れてるんですけど、いまだに持ってるんだけど、黒鉛鉛筆の粉、こういうのが世界中に売ってて、これを画面にまぶして、であのさっきティッシュみたいなやつでこすると普通にやるよりもより綺麗なグラデーションというかグレーが作れて、うん、いや自分で作ったりするんだよ。そうそうそう、うん、紙やすりとかあ、やすりもね、うん、何種類か持ってたりして、もう病気ですよね。じゃあそういうことをみんなやってるんですか、やってる美大に、うん、やってるんだって。俺は美大じゃなかったから、うん、でもここに来てる人が美大人多いじゃないですか、うん、美大出身の人でも、まあ科によってはそういう試験を全く やってない科もあるので、うん、全員ではないけど、うん、でもまだあるでしょ、そのあると思いますよ、デッサンをすごい重視している、うん、科はあるんじゃないかな、うん、学校によっても違うと思う、うん、そしたらだから、本当に何年もみっちり、うん、試験勉強だよ受験のためのあのとしてそういう浪人生活っていうのをしてる人がいるわけ、うん、朝から晩まで、うん、本当に朝から晩まで、うん、すごいでしょすごい今もそうなんだけど、昔じゃあ自画像を描きましょうっていうと、なんかみんなどことなく病んでる顔で自画像を描いてて、うんうん、なんか目の下に顔描いてて、まあ、自画像のイメージ自体もそういうとこあるもんね、自分で自分の顔を鏡で見ながら、うん、顔を描くっていう。よろず、よろずじゃなかったの、誰でしたっけ、芸大の教授のよろず哲五郎。あ、よろず哲五郎、あの人の自画像もなんか病んでる感じで、 あれが多分代表的な感じですよね。中村常とかすごい、あすごいのあるよねもう骸骨、骸骨抱えてですよね。あ、そう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 、うん、すごいでしょ、知らなかったもう本当に、うん、あの現代の話じゃないよねそれでみんな、まあだから入っていろんなこう展覧会とかもあるだろうし、うん、あの先生とかの影響もあるのか、うん、あのいわゆる現代美術とかさ、うん、アートとかにさ、なってくるんだけど、そのまあデッサンとかあんまり関係なくそうデッサンは何でしょう、受験にデッサンってやっぱりね、どう考えても入ってからやればいいじゃんね、うん、なんか手段の一つというか、うん、物をこうよく 見る意識ってあんまり生活の中でないじゃないですか、うん、結構 見なきゃいけないっていう意識の中で、うん、こう何かをしてるといろんなことにこう気づいたりするって、うん、角度とか、あだからそういうのはもう絵描いたてる人たちはもう当たり前なんだ何言ってんのって話ですだからもうそれは染み付いてて、うん、何見るんでもそうやって見てたりするわけ、いろんな方向から見ないと形ってよくわからないよねみたいな、うん、そっからキュビズムって生まれたんだよねっていう、そういう解釈ですよね、うん、あのだから日々割と物見ちゃうんですよね、うん、だからその確かにあの
ある偏ってるけど、うん、ある訓練ものを見るっていう、うん、もちろん彫刻をやってる人と絵画をやってる人とちょっとだけものの見方が違う訓練をしてて、うんうん、いいのか悪いのか分かんないけど、まあ、僕も油絵家しか通ってこなかったから分かんないんだけど、ちょっと油絵家のデッサンって絵作り重視しすぎてて、どうしてもテクニカルな方向に走るなっていう印象。そうですよね。だからなんかみんなベンチとか水とかいらんものばっかり持ってくるんだけど、だからといってデザイン家のちょっと堅苦しい感じも、そうだよね、だからまあ傾向があるの、うん、デザイン系のデッサンと、でも本当一目で分かるぐらい、うん、分かる、本当にパッと分かるぐらい、あの全然違う、うん、それもどんなもんかなって思う、うん、そう、新しく入ってくるモードの1年生のデッサン見てても、君もしかして彫刻の先生に教わった、もしかして彫刻習ってたみたいなこと言うと、うん、ああ先生が彫刻出身でしたみたいな、うん、割とわかるんだよ、うん、本当にね、なんか癖というか、でもまあ物をなんか死ぬほど見るみたいなのは、うん、まあ、自体はね、すごくいい経験だったと思う、うん、まあ、確かにいいでしょ、どうかな手癖みたいのが固まっちゃうから、なかなかの縛りなんだよね、うん、もう本当物だけは目から血が出ること、言葉で上げていくとかね、うん、絵じゃなくて言葉で、あ、それだから同じ、うん、同じ訓練で、うん、文章を書くための訓練っていうのもあって、うん、小説家とか物書き用の、そうそうそう、だからそれこそさっきの500、あの藤原恵里美さんっていうのが、はい、ゲームのさ、はい、シナリオライターかなんかをあれしてる専門学校で、うん、そんなようなあのペットボトル、うん、500ミリリットルの水の入ったペットボトルを言葉で描写しなさい、ほぼ不可能だよ、うん、まず、うん、でもそれって絵画家の人がやってもいいですよね、同時に。それ、うん、多分みんなできると思う、うん、ああ、できる、言葉にもう結構 で、うん、できちゃう人多いんじゃない、うんうん、それなんか誰だっけ、誰かの実験でカニをさ、うん、言語化しなさいっていうやつで、やっぱり絵の勉強してる人たちは、うん、優れた描写力、うんうん、だから普通はこれは 何々かの何とかですとかって言って説明できちゃったと思っちゃうけど、うんうんうん、絵描いてる人たちは何それは何色だとか、うんうん、シンメトリーだとか、うん、である質感はこうだとかっていうことを言語化していくのがすごい得意だったって、うん、見る手順が多分出来上がってるんですよね、うん、そこはやっぱ絵にしなきゃいけないっていう、うん、意外にできちゃうかもしれないね、うんうん、言葉でやりなさい、一回こう見たものを絵にするための、うん、そういう、なんていうんですか、仕方があるってこと、言語化するなり、うん、だから言語化と似たようなに、うん、つまり二次元に取り替えてるから、うんうん、そこで何らかの頭の中での操作が絶対あるはずなんですよね、うん、そのまんまはペロッと映せないでしょ、うんうん、だからこの質をどういうふうに紙の上でそれっぽくするかみたいな、うんうん、ことをするんだよね、うん、まあでもだからいいところと悪いところと激しくてそうだよな、一口に俺なんかこれはもう一筆書きで書きたいですよ写真とかもうだから一発でこうバシッとこう、うん、やりたいっていう、だから煩わしいじゃないですか、うん、でもまあ、ちょっとこう面白いなと思うところもありますけど、煩わしい、だから煩わしいとも思わないでしょ多分慣れてしまうと、分かんないし、大体ちっちゃい頃から絵しか描けないような人たちがそういうことを始めるからただでもあれですよ、まあなんとなくそれっぽくなるわけじゃないですか、なんか、なんだろう、写実っぽくなる、うん、だからそういう意味ではあんまり自分のデッサン好きではないですけど、うん、その時間がかかるとか手間がかかるとかは逆にもっと手間かけたいぐらいの人たちなんだよね、うん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 、やろうと思ったらいくらでも、うん、それは多分ね煩わしくないんですよ、ねうん、もっと時間をくださいって
そう、おかしな人たちが集まってくるからちょっとピントの外れた人たちがそう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 なんか穴ぼこにはまっちゃったぐらいずっと書き続けるような人たちをまあだからでもね、うまく書けないとかさ、うん、何のためにやってんだとかいう悩みは抱えながらやるんだけど、うん、パッとつかみ取りたいってわけでもないんだよね、きっとね。デッサン、まあ、絵描くっていうことを、まあ、好きな人たちっていうのは、まあ正直僕は絵を自分の作品では描いてないので、うん、そこへの気持ちは分かんないんですよね、うん、だから逆に絵を描くっていうことに対してコンプレックスも少なからずあるし、うん、まあでもどうなんだろうな、それは絵を描いてる人をちょっと聞いてみたいところですね。そうだよね、うん、そうだね、だって千葉雅也は今度出るけど、うん、そういう絵を描き続けてるからね、うんうん、タイプとしてもね、うん、千葉君なんかに聞くといいかもしれない、聞いてみましょう。あ、彼はそのセット組んでから、うん、あ、そっかそっか、はい、そうなんですよね、うん、大体そのようにセット組んでから描く、うんうん、だからそのアトリエとか大掛かりなものでは外で、うん、あの組んで実際にそのモチーフのように組んでから描くので、うんうん、だから手順としてはまさにこういうのを積み重ねて絵にしていくんだよね、うんうん、ちょっとプロセスというかコンセプチュアル的な要素も入ってきてるわけですね。もちろんもちろん、だからそのそういうスキルを使ってそれをこう、うん、まあ別のものにっていうか、うん、なんつったら まさにイラストレーテッドっていうか、うん、そのまんま機能させる絵っていうのを、うん、まあやろうとしてて、うん、まあ説明っていうかね、うん、絵を、まあ、だから文章みたいに書くようなことでもあるから、うん、まあ、その、まあ、現象的なコンセプトみたいなことだと思うんだけど、うん、なんかそれよりももっと自分のアトリエ内に何々にこもって純粋に絵だけを描いてるような人たちっているじゃないですか、うん、まあ、日展とか、うん、そうですね、ああいう人たちの絵に対する取り組みとかっていうのが、まあ、僕の中でのコンプレックスでもあって、うん、そのどういう気持ちで取り組んでるのかが、もしくはどういう気持ちで取り組めばそういう絵が描けるのかが分かんないね、うん、日本画とかすごい世界もあるしね、うん、写実って言ったら極みみたいな写実描くでしょもう絵の具の筆跡を見せないみたいな、そうそうそう、それからまあ日本画家出身のイラストレーターってすごいじゃない、うんうん、ハイパーリアルみたいな、うん、今だってフォトレアリズムが流行ってるじゃない、もうん、ちょっと恐ろしい世界だ、うん、ただそれをやろうと思ったのが、それに対する意味は何なんだろうと考え始めてもう手が動かないですよ、そう、うん、まあ、ある種の素朴さが支えてるんでしょうけどね、うんうん、そう、それが僕の中ではデッサンなんですよね、まあ、手が動くから描けてしまうみたいな、描いてしまうみたいな、でもそれはもうデッサン以上のものではないんですよね、それは作品になり得ないというか、うんうん、あ、じゃあその何かプロジェクトを立ち上げる時とかに、うんうん、そのプロセスとしてのドローイングとかっていうような感じでも使わない、うん、あ、でもドローイングはほぼしないですね、うんうん、もしくはパソコン上で絵を描いてしまうというか、はい、手作業はあんまりないですね、うん、じゃあその考えるためのツールというわけでもないってことですね、うんうん、まあ、なんかちょっと、うん、どういうイベントになるか、はい、もう正直僕も探り探りです、うん、あの、いや、だからちょっと告知もしますけど、はい、なんかお客さんも読んでなくてね、うん、一緒に書く人も何人かいてもいいかもしれないです、うんうん、一応今、まあ、僕の勝手なイメージで考えてるのは会場の6時半と同時に僕も生徒も書き始めて、
でお客さん来る頃にはまあ少し進んでるかなという、うんうんうん、で大体2時間から2時間半、まあ、3時間まで行くかどうか分かんないけどぐらい書いてで一旦公表、うん、でその後まあ開いてみんなで話してもいいかもしれない、うん、何事が起こったかどうかをちょっと検証してみるといいかもしれないです、うんうん、終わりました。はい、ちょっと相当長くなったけどその質問終わりにします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。